かー、もうそこで飯探すしかない。これまずい。いやもう下痢になってももう食い続けるしかないぞこれ。で食料がね、ちょっと入り口マジどこ。いやもう一回あそこで食料探すっていうのも手やな。いや絶対ある、ここ絶対食料ある。まずい、まずマジか。いや待って、死ぬ、腹減りで死ぬ。生肉食うしかない。どいてくれマジで。飯ねえんか、飯をくれ。こんな木の机なかなかないよな絶対。よし、戦っとう暇ない。痛い、まずい。マジでどっかに飯ねえんかこれ。出てきてくれ飯。でこいつらはしご登ってこれんねん、アホのくせに。終わった。マジでまずい、やばやばすぎる。なんかレベル上がってねえか。なんでこんなおんのマジで。やばい、ほんまに死ぬ、ほんまに死ぬ。いや餓死する前にもう生肉食うしかない。なんでこんな多いん、教えてほしい。生肉はまた出るな、あの鳥から。まずい。いやまあ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 、何度かこいつらには勝てるわ。やばい。くぜ。いやお前死ぬ。ちょっとはしご折り方わからへんからな。ちょはしご詰まった終わる。死んで。よし。オッケー。よし、オッケー、終わりや。いや、早死ね、マジで。やばい。うわ、食うしかない、生肉を。一生下痢や。バリ食ってる。よし、オッケー。うぅ。いや、あの箱に食料なかった、ほんまに泣く。いやこれマジで一匹ずつ倒して上に来ないと囲まれるな。オッケー、まだおるかな。んで食料あってくれ。うわこれ絶対ある。よかったよかった、パスタ感あった。あキックもある。ああなんとか食いつないだ。
うわ、ブルーベリーパイ。いや、マジでよかった。いや、マジであかんぞ、こんな。こんな行き当たりばったりあかんぞ。これなんか略奪ボーナスがあるらしい。ってことは、アイテム拾うときに帽子かぶった方がいいね。で、これ寒冷対策ね。うわー、マジでよかった。寒さ対策ね。いや、いらんもんがねえな。骨でいいや。まあ、繊維も一緒取れるし。よし。ちょ、麦わら帽子かぶっとくか、これ。防御力は低いか？麦わら帽子。ダサ。アーマーチ13。で、今のやつは？まあ、今のやつの方がちょっと防御力は低いんか。まあ、でもいや、略奪ボーナスがプラス2されるんやったら、麦わら帽子かぶっとこう。いやー。うわ、銃。ちょっと恋しねえんか。とりあえず、斧。斧欲しいな。まあ、いや、これで開けよう。よし。うわ、ステロイド飲んどくか、もうこれ。もったいねえけど。で、感染症なるかもしれんか、ちょっと治療。ダクトテープ。ヘッドライトいらん。うわ、動き早なった。ちょっともったいない気するけど、ステロイド11分効く。よし、でかい。アーマーアップ。よしよし。うわ、早っ。恋しちゃった。よし、とりあえず斧修理しましょう。よし、ほんなら、まあ、屋上は結構あさったかな。これ結構、なんかアイテム出そうやな。屋上でみんな生き残っとろうとしとったんやろうな。キャンプファイヤーした跡があります。よし、ほんなら下降りますか。いやー。まあ、食料値もだいぶかゆ、ちょっと待って、マジで、はしごの降り方ちゃんと練習しとこう。OK、こうね。セキリが。セキリってこれどうやって直すの？待って、来てる。直し方分かったぞ。お茶やな、お茶。よし。なんでキリン草みたいなやつ飲んだらいいって書いてた？あのキリン草茶が効くかもしれません。よし、じゃあ葉っぱ取りまくりますか。なんか黄色かった気がすんねんけどな。あのキリン草茶。あのキリン草か。ちょっとまじ食料問題はマジで考えないとな。マジで、ギリギリすぎた。あんなあかんやろ。ちょっとギリギリを行きすぎないよな、俺この世界で。攻めすぎというか。うわ、真鍮。真鍮。真鍮取っとくか。でも、取れへんな。かぼちゃの種。だこうやってほんま植物栽培できたら一番やろうな。種拾って。うわ、なんか良さそうなバッグ。皮捨てん方が偉らしい。マジもったいねえって言われた、この前。うわ、アロエ。これさ、なんかクラフトできんかったっけ？一回ここにハンマー入れて。アロエじゃなくてアロエクリームか。アロエの種ね、これしかも。いやー、ちょっと種はまだええか。よし。うわ、本。でけ。バーニングシャフト。これ読んだことあるやつは、ここは開いとんやったっけ、確か。あ、読んだことあるね。読んだマークがあるんよ。あれ、教えてもらいました。リスナーさんに。さあ、ステロイド効果あるうちにささっと動いちゃうか。ここはもう全部見たね。よし。まあ、ここはほんま、ここもう一個見たかったけど。まあ、ちょっとアイテムいっちゃいますか、さっき。アイテムじゃあ、ミッション。くぅ。うわ、なんかリュックあるぞ。うわ、修理キットでけ。修理キットでかいっすねー。まあ、旧紙幣でか。うわ、うんこ出た？あ、それ俺お茶探さなあかんねった。いや、マジいらんもんがわからん。あ、これ装備できるんちゃうか？服に。よし、これに。あ、これなんかアーマー耐久アップつけとんか。あー、つけれるやつないな。
いや、修理キットはいるぞ。この帽子捨てるか。いや、骨ナイフいらんわ。ナイフ出たし。いいナイフが。で、確か黄色やってんな、あのキリンソウ。あ、あった、これじゃね？意外と多く生えとる。いらんもんを探さないとあかんのやけど。マジで。まあ、キノコ、いらん。絶対あのキリンソウ。おら、あった！出てくるんや、名前。よし。鍋あるし、できるぞ。セキュリ直せる。セキュリも直りそうになってるけど。水分値とかが減少するんよな。多分。定期的に食料と水分値が失われていく。やばい。でもパンパンや！ほんまに。いや、パイプピストル2個もいらんし、1個捨てるか !26 ドルしかねえし、いらん。ほんで、キャンプファイヤーしましょう。よし。いや、マジで、だからこれ、いるもん、いらんもん、ちゃんとね、整理する能力が必要ですね。取捨選択する能力。って、まだ分からんのよな。よし、お茶。あ、そうか、水さっき作らなあかんのか。オッケー。水。ふぅ。卵もでけ。卵、ゆで卵ね。ゆで卵もいいよな。多分結構、水分値も回復するんかな、ゆで卵。水ができる。もう一個水作っとってもいいな。よし。ほんで、これとレシピで、ゆで卵はどんな能力な？ゆで卵わからんな。ちょっと、とりあえず、今あのキリン装置が、あ、これ、ここで作るのか。お茶が大事です、今は。セキュリ直しましょう。もう 3% しかないけどな、セキュリ。あ、火当たってた。あ、寒さ耐性ね。暖かい日。喉がカラカラ。わかってるんですけど。下痢が止まらん。これ、遅いな、できんの。あれ、黒焦げ肉って、鉄板なくてもできんの？よし。黒焦げ肉鉄板なくてもいいんや。よし、これセキュリ治るぞ。治った。鍋入らん。ユッカいらん。よし、行こう。うわ、救援物資や。え、待って、目的地のとこに落ちんねんけど。救援物資最高すぎる。これゲロゾンビデブか。まあ、いいや、ほっとこう。うわ、これは嬉しい。よし、ここの一層クエストやっと間に、キャンプファイヤーで飯めっちゃ作っとくか。え、アーマークラフトキットある。アーマー鍛えれんのね。おー、ライト、ミディアム、ヘビーアーマークラフトするためにしよう。なるほどね。ちょっとま、ちょっとキャンプファイヤーしましょう。アイテムパンパン。まあ、トウモロコシの種、まずで、持ってないけど。よし。ゆで卵も作っときたいね。まあ、何せよ水が必要。よし。よし、ほんなら救援物資取ろう。あ、レベル低い。よかった。うわぁ、バンドルがマジでけ。これはトラップのクラフトスキル向上。で、これはライフルのクラフトスキル向上。いいね。これもアーマークラフト。いいね。これは車両。よ、小燃料、いいね。ユッカジュース、いいね。あ、ブルーベリーパイもいいね。食っとこう。あー、ユッカジュースも。釘抜きハンマー。あー、これはいらんっちゃいらんな。まあ、売れるから、やばいか。よし。よし、始めるぞ。はい、全部ぶち殺します。おい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 。虫キャラが。あ、くそ、もう。アドレナリンの効果が、なくなった。アドレナリンやったっけ？ん？地下室あるぞ。うわ、待って、これ。うわ、古いシャムサンドイッチ、でけえ。食料が。これは？弓のクラフトスキル向上。いいね。お前生きとるな。おれ、ザコ虫が。死んだふりすんなよ、ザコ虫が。じゃがいもの種。ほんま、種大量に持って帰りたいんやがな。何しやお前。
おっさん、俺。はい。わしょい。あ、あれ。モダンオーブン。黒焦げに行く。食っとこう。さあ行くぞん。びっくりしたお前ブスこれ。お前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 それバカそれバカお前バカお前何見せとんねん俺に。またカッペ楽なんやお前。パンツ見えたぞお前。武器バッグ。あ、ナックルか。ナックルいらんねー。18ドルやし。ハンドガンマガジン、いいね。ハンドガンクロフトスキル向上。うわ、地下室あるよ。いいのあるかな。木材。ワシャムサンドイッチ大量にあるぞ。また拾いました。びっくりした。ここまあまあアイテム良かった。食料が多かった。あーブスデブブス。お前え、どうしたデブ。まずいまずい。うわーダメージ食らいそう。スタミナがブスが。お前また開くなブス。よし。あ、そっか、一層クエストか。オッケーやん。これでクリアした。いいね。ゾンビ一層クエスト、割とアイテムいいな。パイプバトン、まあいいわ。うわ、7ミリの。7.6 ミリ、2ミリの弾。やっと出てきた。何がいらんやろ、ほんまにわからへん。トウモロコシの種子。断層パーツはいるね。卵は食っちゃうか。よし。ゆで卵も作りたかったけど。で、これぶち壊すと。うわ、なんか、ツールアイテムの攻撃力上げてるから、だいぶ取るの早いぞ。全部取れへん。バトンパーツか。パーツ系はいらんのかな。マジいらんもんがねえと思うんやけど。あのキリン装置も、まあ、いいか。一旦捨てとこう。シャムサンドイッチ4個もあるんか今。え、この靴機動性 8% あるん。で、そういったらこの靴の方がいいんじゃね装備。アーマー値が下がるけど、まあ、まあ、スピード速い方がいいな。結局は。これか。よし、靴履き替えた。休止兵売りてえな。たけ。パイプマシンが1個捨てるか。捨てよう。レベル1やし。うわ、スコープついてた。危ねえ。マジ捨てる。やばい、もう3時間捨てるアイテムが。早く決めないと。バトン。いや、スタンバトンもあるし、嫌やん。バトンパーツ。もういい。もし、いるんやったとしても。いや、パーツいるか。泥水いい。よし。迷いまくりましたが、これでいいで。アイテムは。よし。行こう。これ2階とかないんか、この家は。よし、帰ろう。やっと帰れるぞ。もう帰ります、帰ります。マジ早くチャリが欲しすぎる。よし。結局またここでアイテム選択があるんか。水大量にありますけどね。小石はまあいいや、捨てよう。鍋もまあ家帰ってあるからええか、置いてこう。こいつ絶対生きとるよなあ。あの死んどるか。あんまええのない。ここよし、帰ろう。まああとは帰るだけ。うわ、デブゾンビおる。とりあえずトレーダーハウス帰ったら速攻で料理作りましょう。作りまくった方がいいな。焼肉大量に作ろう。いやもうこれ今回の件で分かりました。食料と水分はこれでもかってぐらい持ってっとった方がいいね。もう餓死すると思ってなかった。遠征先で出るのを頼りにしとったらあかんな。割と今回出るかなって思ってたから持ってかんかったんやけど、あんまり。
しかもねえお前、うわ動物おった、待って、お前の後ろ動物おった、今どけお前、虫キャラには用ねえんだよ、ウサギかあれ、ハンドガンで狩る、ウサギとかライフルで狩りたいな、狙いやすそう、どこ行ったやつ、これかこいつね、あーうさちゃんかわいそうに、いいね、よし、そういえばフォレストでは俺ウサギ飼ってたな、懐かしいわ、いやハンドガンが結構使えるな、弾よう出るし、ちょっとハンドガンスキル上げとってもいいよね、遠距離武器使用時腰打ち精度 10% リロード時のエドペナルティ 30% 減、わラン&ガンいるかもな、遠距離武器ってこれマシンガンも遠距離武器に入るんかな、それともスナイパーライフルだけかな、これでもチャリができたらだいぶ楽やな、早くチャリ欲しい、なんか下のアイテムゾーンにあと回復は絶対入れといた方がいいっていうのを今回学びました、いちいち、メニューから開いて回復するの時間かかる、うわやっと帰ってきたで、で帰ってきたらもう毎回先に家直行するようにしよう、であの料理コンロ分回す、で作れるもんを大量に作ってから出る、やっぱ新種のゲロゾンビとか出てきてるからちょっと強なったような敵、しここで焼肉や、焼肉、うわ焼肉は多分だいぶええぞ、うわいいね、6分かかるけどまあ全部肉回そう、泥水確か俺捨てたんか、あでも泥水ねえから分回せる料理ねえわ、クロコゲ肉しかねえわ、おっさんこれ玉ね、マグナム、マグナムも多分相当強いんやろな、都市型戦闘、室内にいるときダメージ量 10% 上昇、被ダメージ 5% 減少、うわこれ強えな、玉よりこっちかな、あこの弾使ってるの遠距離ダメージになるから、あでもどうなんやろ、あれさっき俺何やったっけ、ラン&ガンやったっけ、遠距離武器リロード中ってことはこれ銃全部ってことか、ちょっと調べてみよう、うわラン&ガン遠距離武器銃とか全部やったわ、ってことはもうこれ必須アイテムですね、絶対にいる、しうわラン&ガンだいぶええぞ、で弾は多分後々作れると思うから本でいいと思うよな、今は本にしておきました、都市型戦闘、よし室内にいる時のダメージがアップします、で旧紙幣は売りましょう、よしうわ912ドルもある、でけえよ今、でオタクブーツはちょっと売りますか、これそんな能力強くねえし、ゴミ、これもオタクゴーグルもゴミなもんかな、売れるもんは今、逆に買えるもんはねえよね、薬莢、本は本、マシンガンのクラフトスキル、まあええか、なんで次のミッションは近いのはこれね、一層、よしこれ行きましょう、あ殺しよった、いやもうここマジで、うわもう7時か、どうしよう、いやまあいけるか、まあいけるでしょう、よしアイテム置いていくぞ、マシンガンはちょっと1個置いていくか、ライフルちょっと1個置いていくか、このスコープはこれ弾倉つけるか、マシンガンこれは今反動軽減やけど弾倉拡張させた方がいいでしょ、2倍スコープちょっと1回どんなんか見てみよう、あーマジスナイパー用やな、つまりだから弾倉拡張でいきましょう、マーゼルブレーキ置いていく、弾倉拡張も置いていく、これはいるか、夜ライトつけるときにね、うわ売るときハマキつけんのまだ忘れとった、ほんまにやばくなったときにモロトフ、モロトフはあれですね、何火炎瓶、いや相手もこんだけ減らしてんのにな、しこんなもんかな、だいぶそう整いました、よし、いやほんなもう一個の
一層クエスト行く。さっき舐めすぎっていうの学んだからな。まあでも待て、焼肉そういえばやっとったやった。わあわあ、まあまあいいね焼肉。マジで肉大量に食わないとな。グリルだから持ってくか。鍋も遠征の時は1個持ってこう。まあ食料値は大丈夫で、水分値はね、水分値ちょっと回復しときたい。うっす。いや行きますか。ちょっと夜やからあんま行きたくねえけど、サクッと行こう。サクッと早くチャリが欲しいんよもう俺は。いやチャリさえもらえたら、だってクエストもめっちゃこなせるようになるぞ。移動大ブラックやから、もうアイテムだいぶ潤ってるから、マジでその持って帰らんとこ今日は。お前新種か。なんか新しくねこいつ、ハゲマッチョみたいな。結構マッチョやん。でも雑魚やった、ただの。あ、これはちょっと行ったことあるとこの近くやね。楽しそうな家が見えてきたけど、ほっときましょう。あ、ポストだけ。ポストだけ覗こう。あった。あ、もうゾンビ殺しまくったから、危険度なくなってるわ。やっぱ一回通ったとこはアイテム分かへんな。ちょっと辛いな。ってことはさ、まあ、極端な話、種とか捨てまくっとったらもう種は一生出てこんくなるってことじゃない？極端な話ね。種めっちゃ捨てとったら。あのキリン草はちょっと回収していきましょう。菊茶も作れるようになったんだっけ俺。あ、菊茶できるね。最大スタミナ減少低減。菊もちょっと拾ってから、拾っていくか。切り出てきた。菊は赤ね。なんか出てきた。ウサギおったん。うわ、生肉はでかいっすわお前。ガチありがとう。麺かはこれ何なん結局。歯切れか。やばい、もうすぐアイテムパンパンになる。さっきナイフ見とったらなんかステルスダメージみたいになってん。奇襲ダメージ。音立てずにしゃがみながらステルスキルしていくか。ちゃんとやっていこう。来たぞ夜。なんか暗くならへんな夜やのに。気持ち悪いな。あそこの家か。キリやからあいつら視界悪いんじゃね。なるべくステルスキルでいきましょう。これで。音立てへんぞ。シャムサンドイッチはいるね。なんかあるか？ガスグリル。いいな、こんなボート。欲しいわ。バレてた。お前ってさ、もう水場落ちちゃったらお前、溺れ死ぬんじゃん。どうなんの？ほら！え？頑張ってる頑張ってる。ザゴが。いや、ほっとこう、こいつは。苦しそうやな。なるべく音は立てへんよ。いや、さっき、だからあんな大群が来たんは、さっきっていうか、この前の時。確実に俺が金属のあの箱ガンガンやっとったからやろうな。あ、おった、こいつ生きとるな。動くぞ。まずはっ、マジこいつ、はっ、マジか。いやー、もうあかん、全然ステルスできてね。結局いつも通りやん。アーマーアップ。いいもん落とすやん。グリーンピース感でかい。後ろからやな。寝とうやつでも後ろから行かなあかんね。ここのやつら、もん落とすぞ。
槍の狩人。なんかビタミン剤飲んだら疲労がなくなるって書いてたよな。飲んどくかこれ。なくなった。よし。マジか。マジか。お前気持ち悪いなお前。いやナイフ強くね。あかんわもう。俺ステルス向いてないかも。ほら来い。ブス。まだ開くなっつったのね。ナイフ攻撃力なんぼ？パワーアタックダメージ35。あ、槍より全然強い。間合いがな、リーチがクソ短いから。ナイフは結構危険ではある。これ80ドルで売れるんか。でけえな。槍のクラフトスキル向上。これナイフはいらん。よし、これもらっとこう。レジはマジでマストで漁った方がいいね。よし、あと1体だけか。じゃああの水の中落ちちゃったやつ。うわあいつ殺すんだりぞ。あ、おっとおっとおっと、よしクリア。帰るぞ。ヘビや、でかい。ヘビはでかいよ。で、動物はでかいよ。肉肉。いいね。こんな感じでもうミッションだけやってたらええんか。おとなしく。もうも持たへんぞ。骨捨てとこう。マジ持ちすぎは命取りやからな。し、あとは帰るだけ。順調順調。ナイフ直しよっか。ナイフは修理キット使うんか。使いたくねえけど直そう。なるべくこの道走った方がいいかもな。舗装されてるから周りが見やすい。視界が、あと走りやすい。平坦やから。こいつ結構坂走ったりすると遅なるんよな。ガタガタな道とか。マシンガンの弾も何発か拾っとったみたいな。前にゾンビおる。やっちゃうか。足足足。やっぱこの足狙うのだいぶ強い。またこいつか。ワンパンやん。槍の能力がどんどん上がってる。もしかして俺、帰宅。あ、そっか、入れへんのかトレーダーハウス今。うわマジか。お前のもんなんこれ。いや、菊とか結構生えとるやん。ちゃんと見とったらよかった。よし帰宅。よしで、生肉も結構拾ったよね。よし、あった。回復は救急キット1個でええかな。とりあえず止血もできるしな。よし、肉焼こう。日課、俺の日課。調理で焼肉。いや、安定してきたな、だいぶ。泥水も1個拾っとんか。ここは菊茶か。あのキリン草作りてえな。菊茶でええか。一回菊茶作ってみましょう。よしよし。でこっちは泥水を水に変えます。三口コンロマジでええわ。あー、種も持って帰ってこれてる。今回食料がだいぶある。缶詰置いとこう。シャムサンドイッチとに肉があるからいいかな。これで先食うの。うわ、食料ここに保管できてんのめっちゃ嬉しいんやけど。松明もちょっといらんわ。で、水できてると。あ、でもこっち菊茶もう一個作れるね。整理してえな、ここ。ええ感じですね。槍も俺結構強いの作れるんじゃない今。ずっとレベル2の槍使ってるけど。うわ、レベル5いけるやん。食物繊維あったら。う
いや、石槍レベル5はでかくね。うえ、だいぶ強いですね。うん、こんな感じで能力変わってるからな、まあ、だいぶかは分からんけど耐久力とかだいぶ上がってるやん。すごい。しかもこれ何やったっけ、耐久力上がるやつじゃない。スタミナ消費量 10% 軽減、近接攻撃の時いいね。これつけとこう、もう一回。あ、これ耐久値 25% 軽減。うわ、2個作れるやん。あ、レベルが上がっていくとこうやって2個作れるんや、つけれるんや装備を。しかもなんか攻撃力上がったし、これつけたら。なるほどね。ってことはマシンガンとかも そうってこと。マシンガンも俺作れんじゃね、普通に。もうちょいで、しかも AK も作れる。レベル4か。今2やねんな。まだ2でええかな。粘着剤使うん、ちょっともったいない気がする。サホンで。菊茶できた。え、水分24。スタミナ24。効率、高効率消化。あ、消化早くなるんかな、これ。うん、これいいやん、菊茶。あのキリンソーよりいいかもしれん、菊茶の方が。あのキリンソーは赤輪の時に使えるけどな、だいぶ。あ、肉もできた。グリルも一応、あ、まあ、いいか、グリルは置いとっていいか、いい。うわ、焼肉が、こんなに大量に。これで当分食料は困らんぞ、多分。で、一応菊も常に持っていくようにしよう。焼肉をとりあえず食いますと。あー、いいですね。で、菊茶も飲もう。ふぅ。2個ぐらい飲んどっていいか。よし。で、レベルを何に扱おうかな、次。あ、ラウンドガン使ったんか。これ必須やな、ラウンドガンはマジで。SMG もこれ強いらしい。マシンガン、サブマシンガン。うわー、もう食料も水もだいぶ満たされてますよ。一応この感染症対策用に蜂蜜持ってっとくか。あ、こっちでもええんか。ハーブ系抗生物質。よし、今日はこんなもんかな。まあ、いや、一日。トレーダーハウスはあくまで待とうか。もう10日目でございます。あと4日しかねえ、また来るまで。ひぃ。何もすることないし、とりあえず、何しよう。菊とか集めとくか。開いたー。おい、開けろ。あれ、これ何時に開くの。あ、4時に開かんの、これもしかして。開いた。おい、5分遅れてんぞ、おっさん。クロコゲ肉、ナイフガイ、棒ハンター。うわ、料理か。クラフトスキル、雑誌、バンドル。いや、バンドルやね。バンドルはいろいろ入っとるか、マジでいいんよな。ほら、しかも2個ずつアーマーアップ。これは電気式アイテム、クラフトスキル向上。槍か。槍マジ鬼強なってるんですか。槍クオリティ6、アークロックされた槍。鉄槍が作れるようになってる。いや、多分結構強えぞ、鉄槍。錬鉄っていうのがいる。よし、ということで今日はこんなもんかな。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。早くマジでチャリが欲しいですね。もうなんか思ったよりもうあと4日ぐらいであいつらが来ると。ということで終わります。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。以上、ゴリラスでした。バイバイ。YouTube ついててくれ。